世帯営業所世帯営業所、東急バス、世帯営業所は、同社路線のうち、主に、東京都世田谷区西南部の東急田園都市線、大井町線沿線を発着する路線を管轄している、東急バスの営業所である。全路線の運行を、東急トランセに委託している。営業所の略号は、S。車庫の所在地は、東京都世田谷区上野毛4丁目37、事務所、 定期券売り場の所在地は東京都世田谷区上野毛4丁目38-3でカンパチ通りに面している。事務所は以前カンパチ通りを挟んで向かいの世田2丁目にあったが現在は解体されている。世田営業所は1956年3月16日に戦後初の増設営業所として開設された営業所である。 東映業所の管轄地域の大半は戦後になってから市街化が始まっているため路線は1950年代以降に新設されたものが多い。戦前のこの地域はバス路線自体が少なく玉川電気鉄道が自社の鉄道に沿って渋谷玉川溝の口方面と駒沢で分岐して轟方面に至る路線を目黒鎌田電鉄が駒沢 轟きの二つのゴルフコースへ向かう路線を運行していた程度であった。営業所の開設当初は、主に玉川沿岸地域から渋谷方面に向かう路線を担当していたが、学校線、木沼線、恵比寿線、鶴巻線、乗馬線など、世田谷区内を運行する路線が相次いで新設されると、これらを受け持つようになっていった。その後、周辺地域に鶴巻、 高津、駒沢の各営業所が新設されたことにより、路線が移管され、さらに長距離路線の分断が進んだことなどにより、担当路線は、世田谷区の西部に集中するようになっていった。2001年3月16日より、東急トランセへの運営委託が行われている。同日より、関八、洋画の2路線、同年5月16日より、高知自由が丘線、 7月16日より、世田谷線、9月16日より、玉堤循館、美術館の二路線、11月16日より西成城、遊園地の二路線、2002年9月16日より、大橋営業所からの移管に伴いとどろき線を、それぞれ同社世田営業所に委託している。2007年6月13日には、同営業所所管路線に、パスモが導入されている。また、 以前配置されていた貸切バスを上げば営業所に移管された。世田谷区の二子玉川駅から旧東急絹田線の一部区間をたどりながら玉包通りを進み、小田急線成城学園前駅へ至る路線、小田急バスとの2社共同運行を行っている。戦前はこの線にほぼそう形で、現在の JR 南部線の前身である南部鉄道が、 溝の口二子玉川成城学園前というバス路線を有していたとの記録がある。南部鉄道のバス部門は1940年に子会社入りした立川自動車運輸に統合される。戦後の混乱の中、立川バス溝の口営業所は1951年に川崎市交通局へ売却され、この時に都内部分の運行は取りやめられた。そして、 東急と小田急バスの2社が二子玉川園駅成城学園前駅間の運行を始めることとなった。1956年4月10日付で東急単独の木の田線として改めて開設。同年6月1日には二子玉川線の一部となり大田区の国鉄大森駅まで延長された。一方、小田急は同じ頃二子玉川園駅。 成城学園前駅祖志賀谷大倉駅、千歳から須山駅、岩崎学生寮という路線の一部として運行していたが、1960年代半ば頃に、両社とも路線を分割、短縮し、二子玉川と成城学園前を結ぶ、現在の形で共同運行するようになった。沿線には、東急グループの後藤育英会が運営する、東京都市大学附属中学校、 高等学校のほか、都立世田谷総合高校、科学技術学園があり、それら学校への通学輸送の役割が重い。また、成城学園前駅から、駒沢大学玉川キャンパスへ向かう学生の需要も、ある。一方、小田急線と、東急田園都市線、大井町線の急行停車駅同士を結ぶ、鉄道を短絡輸送、世田谷区蒲田の地域輸送、 小田急沿線から高島や玉川店、二子玉川ライズへの買い物客、楽天クリムゾンハウスへの通勤輸送、成城地区から双子空港線、双子成田線への接続など多彩な役割を持ち、この地域に欠かせない生活路線となっている。2005年5月16日より、二子玉川駅周辺の渋滞による遅延回避のため、 平日朝ラッシュ時間帯の二子玉川駅行きがと同様の中高地経由となる措置が取られている。2011年4月1日付で、絹田農協前停留所は、絹田中学校下に改称された。さらに2012年8月1日、成城学園前駅の校舎が西口へと変更された。遊園地線は、二子玉川駅から多摩津見通りを西成城線とは反対の方向に走り、 東急東横線玉川駅に至る路線である。かつて、玉川沿いにあった二つの遊園地、二子玉川園と玉川園を結ぶ路線として1955年に開通した路線で、東急電鉄の寄付によって、同年完成した玉川パークウェイを経由し、初期の段階ではボディに動物の絵を描いた車両が使われるなど、レジャー路線の色彩が濃かったようである。 両端の遊園地が消えた道路線ではあるが、現在もレジャー色は少なからず残っている。野毛の桜包みや河川敷の公園やグラウンドは、日曜などは家族連れやスポーツを楽しむ人たちで賑わう。終点近くには、かつて玉ちゃんの愛称で親しまれたアザラシが現れた地点がある。東京都市大学世田谷キャンパスへは、この路線を利用すると、 大学校内へ二番目に近い。路線の運行状況は、開通時からあまり変化がないが、担当営業所は変わっている。開通当初は中延営業所の所管だったが、セ田営業所の開設とともに、セ田が担当し、さらに1962年4月の日吉営業所開設と同時に、日吉営管。その後中延べに戻り、1981年6月の中延閉鎖で、 瀬田に復帰して、現在に至る。東急電鉄では、社内法、聖和の中で、営業成績がかんばしくなかったために、このような、たらい回し的所考えが続いたと当時の様子を、記録している。原則として、中型ノンステップバスで運行されていたが、現在は、中型ロング車や大型車で運行されることが、メインになっており、最近のダイヤ改正では、増便が行われている。 入出小便は、世帯営業所発着が運転される。一部の便は、明神池前でサービスプロバイダーの交代を実施する。世帯営業所から、明神池前までは、距離があり、さらに、多摩川高校前付近の坂道があるため、営業所の自転車で移動する。二千十年六月一日から、二子玉川駅周辺の道路切り替えにより、二子玉川駅明神池前間の経路が、 玉川高校経由から東急グループによる再開発地区二子玉川ライズ経由へ変更されている。2015年9月5日より土休日のみ小杉駅東口への乗り入れを開始した。小杉駅東口への乗り入れが好評だったため2016年9月1日のダイヤ改正からは平日の乗り入れも開始したが2021年4月1日のダイヤ改正で 平日の乗り入れは終了している。小杉駅東口への乗り入れ便における玉川駅、小杉駅東口では、マリコ橋、新マリコ駅付近を経由するがこの区間は無停車となる。また、同区間に限り、川崎市内運賃が適用される。マリコ橋を渡る東急バスの一般路線は、1960年代まで存在した川崎営業所の久末線。 日吉営業所の神奈川線以来45年ぶりの復活である。共和区間を行く玉31.32系統用21.22系統の経由する西洋賀通りは春になると桜のトンネルになる美術館線は高知自由が丘線に次ぐ都内2番目の東急高知として世田谷区の要請を受け開業した路線である。百八十七年三月十七日に 二子玉川園駅、美術館で運行を開始した。当初は玉川病院、NHK 技術研究所、大倉病院の三定流所は乗客の要望に応じて運行するデマンドルートとなっていた。高知美術館線の開業以前には美術館線としての2系統が運行されていたが、高知線の開通によりまず溜まる永久が廃止となり、 その後利用者が少ないことから1988年頃に、用令一も廃止された。高知美術館線は、その後、1989年4月1日から、二子玉川園駅、美術館洋岩駅と延伸され、新たに関東中央病院が迂回ルートとして設定され、玉川病院は終日運行ルートに格上げされた。しかし全線を通しての利用や、 美術館をまたいでの利用が少なかったことから、1990年代中盤に美術館を境に、系統分断された。さらに2001年3月1日には、デマンド機能を廃止して、一般路線化され、従来は迂回ルートであった、NHK 技術研究所、生育医療センター、関東中央病院へは終日運行されることとなり、逆に美術館への運行は、 開館時間帯に限られることとなった。ただし、要22は、セ田ガ美術館での特別展や木ヌタ公園でのイベント開催時には増発運行されることがある。また、他客時には、大型車による、洋賀駅、美術館直行系統が運行されることもある。玉32は当初、二子玉川駅生育医療センター、美術館の往復運行であったが、 2003年9月21日より、二子玉川駅生育医療センター、美術館二子玉川駅の循環運転に変わっている。玉31、玉32系統は、車両は、東急高知時代から9メートルクラスの中型車が、収益しており、一般路線化されてからも玉川病院付近の起伏が、激しく、極めて強硬な区間を持つことから引き続き高知車を、 重当していた。その後2011年に、高知社の代替として、小型車の日の DSC が導入され、しばらくは、同社に統一されていた。2019年9月1日より、玉31、玉32の両系統が、玉川病院を経由しなくなり、代替として、玉30系統が新設された。玉30系統が新設された2019年9月1日の、 ダイヤ改正より小型車は玉30のみになり、玉31、玉32は小型車以外も使われるようになった。2021年4月1日から前日3月31日に、鶴巻営業所所間の都立01系統が運行を終了したことに伴い、岡本三丁目生育医療研究センター間で並行する玉31系統は、生育医療研究センター。 生城学園前駅間を延伸した。この際、早朝夜間の生育医療センターを理解し便を及び、美術館行きの便を除き、生育医療研究センターでは、世田谷通り上のバス停を使用することになった。一方、日曜に運転されていた玉32、系統美術館行きはわずか1便に減便された。東急バスのホームページに掲載されている時刻表や路線図から、 玉32の系統名は消されたが、車両側には引き続き表示されている。また同日改正で、成城学園前駅、洋賀駅の便が新設される。洋21.22系統は主に、中型ノンステップ車での運行となっているが、ごく稀に先日の日の、リエッセやポンチョ運用に入ることもある。とどろき線は、渋谷駅と世田谷区南部のとどろきを結ぶ路線である。 世帯営業所管轄の路線では、唯一終日渋谷駅へ足を伸ばす。東急田園都市線と大井町線で囲まれ、駅から距離のある世田谷区深沢、中町、轟の地域輸送を担うが、沿線に、駒沢大学駒沢キャンパス、東京都市大学轟キャンパス、日本体育大学世田谷キャンパス、都立園芸高校、 東京学芸大学附属世田谷小学校、世田谷中学校など、教育機関が多く立地する関係で、双子成城線と同様に通学輸送の役割が重い。轟線の名称からも推測できるように、この路線は、轟周辺で最も早くから走っていた路線であり、1930年11月16日に玉川電気鉄道が、 渋谷園芸学校前として開通したのが、期限である。その後、若干の延長及び戦時休止を経て、戦後は1950年4月6日に、渋谷とどろ機関の東急単独で再開された。開設当初は、接待営業所がなく、目黒営業所が担当した。その翌年、1951年5月6日から、東京都交通局との相互乗り入れを開始。 都営に合わせて102系統という番号が付けられ、神谷町、新橋経由で東京駅八重洲口まで運行した。とどろき東京駅間を結ぶ相互乗り入れ路線には、他に、目黒営業所の自由が丘線があるが、東98が、目黒通りの開通によって、自由が丘から延長されてとどろきまで至るようになったのは1959年のことであり、 両地点を結ぶ路線としては、轟き線の方が古い。東急バスにおける東京駅へ向けての相互乗り入れ線の新設は、轟き線が最後である。1956年の東営業所の開設と同時に目黒から移管されてきたが、1964年の駒沢営業所会所時に再移管されて一度は担当から外れた。 東京都交通局第3次再建計画に伴う追加の路線再編成を兼ね、駒沢営業所の廃止を約1ヶ月後に控えた1984年2月16日付で渋谷駅を境に分断され、都営は東京駅や伊豆口渋谷駅前間の東82、東急は渋谷駅と道路機間の渋82という二つの路線になった。分断当初、渋谷駅は 東口発着であった。都営の東82系統は1990年3月に、系統番号が渋88系統となり、その後は東京駅丸の内南口発着への変更、新橋駅までの短縮、鳩場水拓に伴う新宿支所への移管を経て、現在も運行されている。なお同じ駒沢が開設以来担当してきた、環7線も同時に分断され、 とどろき、関7の両路線は揃って大橋営業所に移管された。都営側は現在は両路線ともはとばす委託である。さらに2002年9月16日の大橋営業所閉鎖に伴い、瀬谷ニサイド移管。駒沢開所時以来38年ぶりに元の担当営業所へ復帰した形となり、現在に至っている。再移管された直後は、大橋営業所からの転属者を含め、 全車大型ツーステップバスで運行されていたが、現在は原則として、全車大型ノンステップバスで運行されている。利用状況は、路線北側の渋谷駅駒沢大学駅と、南側の駒沢大学駅と驚きの区間で異なり、全車は平行路線があることから、終日利用者数は平均的だが、後者は朝夕特に混雑する。また、運行状況によっては、 バス停をこの路線が単独で使用できる三軒茶屋で、時間調整が行われることがある。とどろには、とどろ駅東側の目黒通り立教下に、とどろ線専用の折り返し書があり、とどろ停留所より、西側のとどろ総社所へは行かず、とどろが、奇襲点である。駅前には停留所はなく、洋画の課長通りととどろ通りの交差点付近に、停留所が配置されている。 東霊市系統、たまりバーバス、世田谷区玉筒と最寄りの東急大井町線の駅を結ぶコミュニティバス。世田谷区のコミュニティバスとしては、第1号となる路線である。玉筒地区は、玉川下半に位置し、最寄り駅の東急大井町線と泥木駅、小山台駅から徒歩15分余りの距離がある上、途中に国分寺が線の急坂が存在する。以前は、 地区南端の多摩松み通りに遊園地線が走るだけであり、それも地域住民の移動ニーズに沿ったものではなく、公共交通改善が望まれていた。1990年代後半になって、世田谷区がコミュニティバスとして東急に運行を要請。1998年10月18日、運行開始。運賃は一般路線同様の設定とされた。 東急バスが運行し、世田谷区が補助を行う。運行は、轟を起点とした一方通行の環状運転。轟を通した乗車も可能である。起点停留所名は、轟で、世田谷区役所玉川総合支所轟出張所前に、専用停留所を持つ。支部82、東11、東12の轟停留所とは異なる。東京統のみ、駅南側の、 とどろき商店街停留所にも停車する。狭烈な道路環境に合わせ、車両は全長7メートルクラスの小型車両が収益する。運行開始時は三菱不走、エアロミディ MJ ワンステップ車の専用車が導入されたが、2011年に車椅子リフト付きの日の d s セに置き換えられた。車体前面には、タマリバーバスの愛称が表示され、車体側面やバス停には、 可愛らしいイラストがシンボルとして描かれている。行き先表示は、ロキタマ玉包みと、その間に、東急トランセ大貫山巡環線同様、巡環路線であることを示す丸い矢印のマークが、表示されるが、大貫山巡環線とは異なり系統番号、東霊一も表示される。初代車両のエアロミディエム J では、青色の専用方向膜が使用されていたが、d s 線に大体後は、 通常色の LED 表示となっている。また、入庫便が存在し、その場合は、とどろき発のとどろき駅となり、行き先表示は、系統番号なしの、とどろきの表示のみとなる。地域南北間の交通利便性向上を目的とする路線であるが、東京都市大学世田谷キャンパス構内へは、東京都を利用すると一番近い。最寄りバス停は、東京都市を前、または、 東京都市大東入口。一方通行の環状運転のため、東京都市を前東京都市大東入口の順に停車する。カンパチ線は、鮮明の通り路線の大部分をカンパチ通りが占める路線である。1971年7月16日に開通し、田園町府駅から千歳船橋までを走る。全区間同士が基本だが、一部は、接待営業所発着がある。 木沼公園、世田谷美術館へのアクセス、田園調布双葉学園、多摩美術大学上野毛キャンパスへの通学輸送などとしても利用されている。使用車両は三菱そ装、エアロミリナローロングが主体であるが、土曜休日は、日のレインボー中型車も運用される。カンパチ通りが渋滞することが多く、特に休日は大幅に遅延し、無ダイヤ状態になることもある。かつては、 経年者が中心であり、しばしば運用に例外の発生することがあった。世田谷区南西部と東横線横浜方面を渋谷を経由せずに短絡できるルートのため、田園町府駅側の乗り通し客が多い傾向にある。駒沢通りにはかつて、渋谷駅東口発着の渋74系統と、東京駅直通で桜新町内切りの駒沢。 千古と東80系統が運行されており、このうち東80は、不動前から鶴巻を経て最後は、駒沢が担当した。その後、東80系統は、恵比寿駅を境に分断され、恵比寿伊勢が目熊33系統として運行される。渋74も渋谷駅と恵比寿駅の間が廃止され、恵比寿駅から、洋画、農大前、千歳船橋を経由して、 ソ志ガや大ー駅を結ぶ路線となった。しかし、駒沢線は、エビス線に吸収される形で1981年に廃止となる。1994年1月17日付で再編成が行われ、溶岩駅を境にめぐま32と、溶零一に分断された。これは、駒沢通りでの慢性的な渋滞によって発生する折り返し便の遅延を減らすことが狙いだった。 現在は、蘇師ヶ谷大倉駅のバスターミナルでの折り返しとなっているが、バスターミナルが新設されるまでは一つ手前の、蘇師ヶ谷大倉で発着していた。2001年3月1日、瀬田からゲバに移管された。ただしゲバ営業所の位置が、路線の途中で早朝、最終バス間際に全線通しで運行がしにくい。ことから、同年3月16日より、その時間帯に限って、 セタ担当便が復活。同営業所の洋画線の一部として運行していた。時刻表にもセタ担当便である記号が記載されていた。2014年6月1日のダイヤ改正により、翌6月2日の運行から平日のみ、恵比寿駅中町5丁目の深夜バスが設定された。同改正により、恵比寿駅、森屋図書館の区間便が土曜日に1便だけ、復活した。 出庫時には5本目発、入庫時には、恵比寿駅からは、森屋図書館泊まり、瀬田営業所行き、洋賀駅からは、三谷泊まりが運転された。2016年3月1日、瀬田担当便を含め下馬から瀬田に、全便再移管され、15年ぶりに、恵比寿線が、瀬田担当に戻った。出入庫便の瀬田営業所中町5町目間はすべて、改装となった。なお、 5本目市発用外企業は、階層で営業所から未宿通りを経由して5本目交差点を右折し、駒沢通りより客扱いを行う。以前は、毎時4本程度の運行だったが、最近は、利用客が増加傾向にあり、ダイヤ改正ごとに増発が行われている。朝の通勤時間帯は、非常に混雑する。特に、三谷付近で接続する、東急東横線で、 輸送障害が発生すると、学芸大学駅から渋谷方面への振り替輸送を担うため、積み残しも発生する。このため、使用車両も下馬営業所時代から継続して、大型ノンステップ車の運用が中心である。2018年春頃より、ケコボ坂がガ停留場のアナウンス音声が、同停留所近くのカレー店、カレーアップ、中目黒マイナスと、大アップしたものに差し替えられている。 声優は、エグザイルのナオト及び三代メッチェイソウルブラザーズの岩田隆則が担当する。玉21系統は2017年4月1日に新設された路線。運行は日中時間帯のみで1時間に1から2本程度。主に、駒沢、深沢地区から高島屋玉川店、二子玉川ライズへの買い物客、二子玉川、上野毛から東京医療センター。 駒沢公園へのアクセスとしても利用されており、恵比寿線に含まれている。中型長弱車、大型ノンステップ車を併用。洋賀線は、洋賀駅から、農大前、千歳船橋を経由して、祖師谷大倉駅を結ぶ路線である。1994年1月17日の路線再編成で、恵比寿駅洋賀駅祖師谷大倉駅間を運行していた恵比寿線が分割され、 洋画駅より西側が本領線に継承された。東側は恵比寿線、めぐみ32のまま世帯営業所が担当していたが、2001年3月の東急トランス委託化に際し、ゲバ営業所に移管された。ただしその後間もなく、早朝、夜間に限ってめぐグ三32のごく少数の便を世帯営業所が受け持つようになり、この便は洋画線の一系統扱いとなっていた。 一部は入庫として、世帯営業所業が運転された。2016年3月1日、めぐみ32が、世田担当便を含め下場から世田に15年ぶりに全便再移管されたことにより、めぐみ32のセタ担当便が、洋賀線から分離された。かつて同番の用例一が短期間存在したが、単なる重複不安である。田谷線は、都取所から、 玉川警察署、駒沢通り、洋賀中町通り、世田谷通りを経由し、成城学園前駅までを結ぶ路線である。平日のみ、洋賀駅成城学園前駅間で折り返す、洋06系統も運行されている。他、世田営業所洋賀駅間の出入小便も本路線の時刻表に含まれている。この路線は、昭和30年代後半の開通で、かつては、 電園調布駅を起点に運行されていたその0山系統であったが、1994年1月17日の路線再編成で、上町線との重複区間が多かった、電園調布駅九本仏駅、小山台駅とどろ区間が廃止された。1995年7月17日、折り返し便のよう06系統が新設されている。系統の短縮された区間のうち、 同系統の単独運行区間であった奥沢七丁目とどろき館は1998年10月16日に運行開始した世田谷区コミュニティバスの東レイチ系統たまりバーバスに引き継がれた奥沢七丁目に相当する停留所はとどろき五丁目であるが信号を挟んで数十メートルの至近距離にある主になろう者及び大型車で運行されるが ごく稀に中型車や高知専用車両、小型車で運行される場合もある。近年は、ナロー車の助手席に伴い大型車の運用が多い。なお、当11系統は鶴巻営業所での運行となっている。2011年3月1日に、多摩れ1系統が下馬営業所から移管された。またこの時のダイヤ改正で、渋33系統が減便され平日朝のみの運転になり、 一往復をセタが担当するようになった。この路線は、基本は、中型車だが、日野、リエッセなど、小型車も運用につくことがある。ごく稀に、大型車が運用につくこともある。また、雪が、谷線の名は1989年4月1日に、品90系統が廃止されて、以来、約22年ぶりの復活となる。渋33系統はかつて、 渋谷駅から下マリ駅、池上駅を経由して大森駅まで運行していた路線が前進。1981年6月に渋33系統と森重系統に分割。渋33系統はマリコ橋までの運行となったが、1989年に玉川駅まで延長されている。当初は淡島営業所の担当だったが、 1999年に、ゲバ営業所に移管され、2014年9月1日に、渋34系統が、淡島営業所へ再移管され、渋33系統は平日朝のごく一部であるが、淡島との共同担当運行となった。2017年2月1日、渋33系統の瀬田担当便が廃止され、渋33系統は、 淡島営業所単独の平日朝の発便に1往復と未宿始発の出庫便1便のみの運行となり、たまれ1系統は、瀬田単独の担当運行となった。2018年2月28日をもって、厳しい状況が続いていることから、渋33系統の運行は廃止された。宇名根先々用車2007年4月9日、運行開始。二子玉川駅方面と従来は、 連絡路線のなかった北見、うなね地区のコミュニティバスとして開業した。世田谷区における路線名称は北見、うなね地区コミュニティバス。扱いは一般のバス路線と同じであり、この形式で東急バスが運行する世田谷区、コミュニティバスとしては東令一、玉リバーバスに続くものである。うなね地区には泉玉川駅、狛江駅南口方面と連絡する。 小田急バスコマ12系統があり、宇奈ね線は南方向の二子玉川駅を施行する路線として設定されたものである。宇奈ね一丁目バス停近くに小田急バスコマ12系統の奇襲点である、宇奈ねバス停が位置している。2013年10月1日のダイヤ改正では、日中の便に限り、小田急バス、北見住宅折り返し所に近い北見公園まで足を、 伸ばすたマレイヨン系統が新設された。通過車両の重量に制限のある高玉水道道路を経由するため、専用車として小型ノンステップバスの三菱ふそう、エアロミディ ME が使用され、ケバ営業所から移籍した CNG 車2台と川崎営業所から移籍した2台の合計4台が充当されていた。現在これらの車両はべて日のポンチョに代替されているが、稀に、 昨日、ィエッセが運用に入る場合がある。北見小学校バス停案内放送に続き、時間調整のため、少々停車する場合がございますと流れ、東名高速道路高架下に設けられた、同バス停にて、ダイヤ調整をすることがある。2009年3月1日改正のダイヤによれば、平日朝5本は遅延防止と、遠近分離のために、鎌田二子玉川間が、 中高地経由となり、世田谷総合高校、二子玉川以外が通過となっている。開設当初は二子玉川のみの停車であったが、その後世田谷総合高校にも停車するようになり、現在に至る。開業当初の車両ノンステップ車自由が丘駅前に、停車中の車両高地自由が丘線は、目黒区の自由が丘駅を起点とし、世田谷区の深沢方面へと運行する路線である。 駒台深沢キャンパス前を終点とする事例1、事例2系統と東京医療センターを終点とするの時11、時12系統からなる。沿線は早くから明けた住宅街であるがマンションなどの住宅建設がなお進んでおり、利用客は増加傾向にある。特に事例2の朝の自由が丘駅行きは混雑が激しく、 積み残しが出たり、前扉から乗車できなかった客が、例外的に中扉から乗車する光景が見られる。日曜、祝日の午後3時から午後6時までは、歩行者天国のため、自由が丘駅前の一帯は封鎖される。これに伴い、道路線は自由が丘駅に変えて、自由が丘駅入口停留所での発着となる。 自由が丘駅入口到着後は一度田園調布駅まで改装して折り返し、再び自由が丘駅入口から自01駒台深沢キャンパス方面もしくは自中に東京医療センター駅として営業運転に入る。関西な住宅街として知られる世田谷区深沢は近くに鉄道駅がなくバス路線も渋谷や恵比寿など都心側のターミナルとを結ぶものが主であった。 交通渋滞の激化により、こうした長距離路線が経営される中、バスの復権を目指した新たなサービスとして、デマンドバスの運行が検討され、その第一号路線として1975年12月24日に開通したのが、東急高知の高知自由が丘線である。デマンドバスは、通常ルートのほかに、乗客の要望に応じて運行する迂回ルートを持ち、 迂回区間では停留所に設けられたコールボタンによってバスを呼び出すことができる。高知自由が丘線は当初、自由が丘駅駒沢の往復線として開業し、深沢1丁目、深沢6丁目に迂回ルート、フリー公舎区間が設定されていた。当初は駒沢営業所が担当していたが、廃止に伴い1984年3月に鶴巻営業所へ移管。 さらに1999年9月1日付で、世帯営業所の担当となった。その後、迂回区間の運行頻度が上がったことなどを理由に、2000年10月1日、限りでデマンド運行は終了した。これにより、深沢1丁目の迂回区間は時間帯に応じての運行、深沢6丁目はループ線に変更され、駒沢4丁目行として運行されるようになった。 しかし、間もなく、運行上の問題が発生したことから、同年11月27日に、ダイヤ改正が行われ、駒沢4丁目停留場の廃止や、停留所名変更などが行われた。2001年5月16日には、赤いレトロ調の色彩をまとった、専用のノンステップバスが導入され、携帯電話でバスの位置が把握できる、バスナビゲーションシステムも稼働を開始した。 2002年10月16日には、東京医療センター関連の再編が行われ、事例2が開通した。また、2004年5月16日のダイヤ改正では、町会との協議により、深沢1丁目の迂回区間運行時間短縮などが実施された。2006年12月18日のダイヤ改正では、再び運行時間帯を広げ、運行系統や系統番号の変更などが、 実施された。現在の基本的な運行形態は次の通りである。とどろき7丁目深沢1丁目と日体大裏駒台深沢キャンパス前は自由に降りることのできるフリー公舎区間である。この路線の深沢不動前から駒台深沢キャンパス前間は事実上の循環形態となっており、深沢不動前深沢不動前日体大裏深沢6丁目深沢小学校 駒台深沢キャンパス前深沢不動前と走行する。そのため、駒台深沢キャンパス前は終着扱いとはなっておらず、深沢不動前を出発した時点で行き先が自由が丘駅行きに変更される。このほか接待営業所へので入庫便も存在する。入庫便は自由が丘駅を出発した時点では、駒台深沢キャンパス前方面行きとして、 運行されるが、深沢不動前を出発した時点で、行き先が、世帯営業所行きに変更され、駒台深沢キャンパス前から、深沢不動前を再び通過し、世帯営業所に向かう。事例1、事例2の一部の便は、深沢6丁目でサービスプロバイダーの交代を実施する。世帯営業所から深沢6丁目までは、距離があるため営業所の自転車で移動する。 系統番号なしの便は2018年3月31日の延礼に廃止に伴い、同系統の独自区間の免許を維持するために運行されるもので、自由が丘駅東京医療センター間の便の運行終了後に、当該区間の使用車両を東京医療センターから中町5丁目まで改装して運行している。雪が谷線は品川駅から五反田駅を経由し、 中原街道を一直線に走ってマリコ橋に至る路線であった。1927年に池上電気鉄道が池上線の密区間の連絡を兼ねて開通した五丹田駅中野間の乗り合い自動車路線を起源とする古い路線であり、戦時休止を経て1947年6月25日からは、都営バスとの相互乗り入れにより、東京駅乗車口品川駅五丹駅、 千速坂上間を運行するようになった。その後、雪が谷、マリコ橋へと延長するなど、池上電鉄のバス車庫を引き継いだ、中野部営業所の主幹路線として発展してきた。しかし、東京都交通局第二次再建計画に伴う、追加の路線再編成により1979年12月17日付で、五丹田駅を境に分断。半十。 小丹田駅マリコ橋、品90、品川駅マリコ橋の二つの系統に短縮された。さらに、1981年6月23日付で担当していた中野部営業所の廃止により世帯営業所へ移管されるが、都心直通の魅力を失っていた本系統は、並行して走る東急池上線に乗客が急速に流れ、東急バス全体でも、 有数の不採算路線へと一気に転落。この結果1984年2月15日限りで折り返し便の半十が運行を終了、さらに1989年3月31日限りで品90も運行を取りやめ、全線が廃止となった。品川駅から先の区間は都営単独の東90系統となって存続したが、 1990年6月30日、限りで廃止され、五丹台駅品川駅間の半9後系統を経て、現在は五丹台駅と仙楽寺前の間だけが、都営バスの半96系統として残っている。接待への移管直後は改装で出入りしていたが、二子玉川線の免許維持を兼ねて、後に路線運行化された。冷房車はほとんど運用されなかった。 1967年12月10日の都電台一時撤去と同時にその3ヶ月前に開通したばかりの首都高速3号渋谷線を使った都心と郊外を結ぶ新しい通勤手段として都営バス主導で企画され開設駒沢鶴巻両営業所とともに都営との共同運行に参加した1977年に 東急新玉川線が開業したのをきっかけに、乗客が鉄道へと転移し、交通局第二次再建計画に伴う、追加の路線再編成により1979年11月22日、限りで廃止。高速線という路線名称は、現在は深夜急行バスが使用している。玉07系統と同じく、玉包通りを進み、絹田のお前で、 成城学園前駅方面とは反対に左折。鶴巻営業所の調布線と同じルートで、狛江町、調布市方面にへ向かっていた。小田急と共同運行していたが、1975年7月31日限りで、東急が撤退。小田急バス単独となり、その後調布市側の奇襲店が、調布駅南口に変更され現在に至る。二子玉川線は、 大森駅から関7通り、中原街道、関八通りと経由して、二子玉川園駅に至る路線で、最盛期には現在の西成城線のルートを経て成城まで直通していた。石川台から田園町府付近までをショートカットし、この間が独自区間となっており、大森付近では孫目循環同様のループ運行となっていた。この独自区間は本系統の廃止後も、 雪が谷線の出入庫ルートとして同系統の廃止まで残された。この路線のうち、世田谷区内のルートの一部は、戦前のメカマ乗り合いによる、田園調布駅とどろき駅、とどろきゴルフコース線と重複している。戦後は、1950年代に入り、大森駅とどろき、大森駅セタの路線が相次いで開通した後、 1956年から大森駅二子玉川成城学園前駅の運行となった。1960年代に二子玉川園駅を境に分割され、東欧系統と現在も存続する西成城線玉07系統となった後、中野営業所閉鎖に伴う路線再編成により1981年5月25日限りで廃止された。現在は、 接待営業所設た二子玉川駅間が2市西、成城線レーナ7系統の出入小便として残されている。田園調布駅から駒沢大学駅前まで、渋11と同じルートを通り、真中交差点より、国道246号に入り駒沢交差点を、左折、駒沢公園通りを通り、深沢不動交差点から駒沢通りを経て、国立、 第2病院へと抜けるルートをたどり、再び駅と同じルートで、田園調布駅まで戻る路線。グランド線の途中打ち切りといえる路線で、1時間あたり、1から2本が渋谷駅までの全線通し系統に混じって運転され、駒沢大学駅前到着時には、車内アナウンスで、この車は3軒茶屋、渋谷駅には参りませんと言っていた。 1982年6月15日限りでグランド線に統合され廃止。1956年11月15日、田園町府駅まで延長された時に、目黒営業所から移管。他の路線と違い、ワンドマシャを集中配備したり、1990年代後半には導入初期だったノンステップバスを導入するなど差別化した。出入庫に際しては、 田園町府駅から、その01と同一ルートのカンパ八経由で出入りするほか、世帯営業所上野毛駅玉川警察署役も3丁目、渋谷駅というルートで、渋谷駅方面から出入りする便は存在した。目黒営業所の黒02と同様の上野毛通り、目黒通り経由での出入りであった。淡島営業所の幹線だった渋谷線を東急トランセ管理委託とした際に、 当時まだ直営だった、阿波島営業所の規模を維持するため、1999年9月1日付で、阿波島へ移管された。その後、阿波島も東急トランセに切り替わり、2003年7月16日付で、管理委託路線となって、現在に至る。2008年2月中に試験運行が開始され、その後正式に運行が開始された。なおこの路線は無料であり、 また高速道路を経由するためあたり営業所に配置されていた貸切観光バスの車両で運用されていた。その後、同年10月に新羽営業所に移管の後、2015年3月31日、限りで廃止となった。かつては、淡島と同様に、三菱自動車工業が事実上の指定メーカーとなっていたが、現在は、日野社が加わっている。かつては、 UD 車も並行して導入されていた時期もある。一般塗装車の他に、高チ塗装車も在籍する。都内営業所でありながら、わずかに、ワンステップバスやツーステップバスが配置されている。大型車、中型ロング車と中型車、小型車が存在し、小型車の一部は境外道路走行のため無線機を装備する。例外として、 1986年度にはワンロマ社のイスズキュービック PLV214 系が11台導入され、グランドセンシブ11系統に集中的に投入されていたほか、イスズ社はほぼ同時期にエバラ営業所から中型車が2台転入し、遊園地線玉11系統に投入されていた時期がある。大型車は三菱不走車と日野車で、不走車はエアロスターとエアロスター S。 昨野社はブルーリボン2が在籍する。2012年8月に廃車となった S1881 号車は、東急バスの一般路線車で最後まで残ったエアロスター2ステップ車であった。現在は、ほとんどがノンステップ車であるが、2012年9月にエアロスター1ステップ車の NJS692 号車が虹が丘営業所から1台転入している。 S685 S 号車は、車体再生の際、青葉台営業所の AO1130 号車と同じ、路線バス線台塗装に塗り替えられたが、2018年2月に、除籍された。中型ロング車はすべて三菱不走製のノンステップ車で、三菱不走、エアロミディ MK が在籍する。中型車と小型車は三菱不装、エアロミディ ME や、日のレインボー、レインボー2、 ピエッセ、ポンチョを中心に配置されている。2013年には、イスズ・エルガミオが、鶴巻営業所から1台転入して活躍していたが、短期間で廃車されている。このうち1200.1300番台のレインボー2は、高知、自由が丘線専用車として、赤色の車体塗装となっている。レインボー2の高知塗装車は2012年9月に、増発用として、 初めて導入され、2013年からは200番台のレインボー HR の置き換え用として本格的に導入が開始され、2017年現在はレインボー2に統一されている。三菱不創生小型車のうち、2014年8月に廃車となった S398 と S399 の2台は、東急バス全体でも唯一となる CNG 車であった。日の ディエッセはリフト付き2ステップ車、その他の車両はノンステップ車である。過去には UD トラックスの車両が大型、中型ともに鶴巻から転属してきたことがあるが、いずれも経年者であり、短期間で廃車となった。ありがとうございます。